こんにちは、市役所です。今回は10月5日から開催される第20回記念東近江市美術展覧会について、障害学習家の飛永啓介さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東近江市美術展覧会は今回で20回目を迎えられるということで、記念となる20回目、今回はどんな内容なんでしょうか？はい、東近江市美術展覧会は市民の皆さんの芸術への関心を高め、明るく楽しい文化生活の向上とその実現に寄与することを目的に、八日市文化芸術会館で開催します。日頃から創作活動をされている皆さんの作品を多くの人に見ていただくことで、出品者の技術や表現力がさらに高まっていくものと期待しています。展示作品は日本画、洋画、彫刻彫塑、美術工芸、書、写真の6部門です。6部門も展示があるんですね。いろんな分野の作品を見られるのが楽しみです。展示期間はいつでしょうか？はい、作品は2期に分けて展示します。第1期は10月5日土曜日から10日木曜日まで、第2期は10月12日土曜日から18日金曜日までです。開館時間は午前9時から午後5時までですが、各期最終日は午後2時までですので注意してください。なお、各部門の最優秀作品は第1期、第2期を通して展示します。はい、第1期は日本画、彫刻彫塑、書、第2期は洋画、美術工芸、写真の2期に分けて展示されるということなんですね。その他に注目するところはありますか？はい、今年も会期中に審査員によるギャラリートークを開催します。第1期の講師は書の部門で活躍されている藤田康俊さんで、日時は10月6日日曜日午前10時からです。第2期の講師は写真の部門で活躍されている塚本よし子さんで、日時は10月12日土曜日午後1時からを予定しています。審査員の先生による作品解説や審査のポイントが聞ける貴重な機会ですので、ぜひお越しください。なるほど、今後の作品作りにもプラスになりそうですよね。では作品の応募についても教えてください。はい、募集部門は日本画、洋画、彫刻彫塑、美術工芸、書、写真の6部門です。応募できるのは県内に在住、在勤、在学の人です。ただし中学生以下の人は応募できませんのでご了承ください。皆さんの周りに作品を制作されている人がいれば、ぜひ声をかけていただきたいと思います。はい、県内全域に募集をすることで様々な作品との出会いもあるかもしれませんよね。とっても楽しみです。では最後に出品料や作品の搬入方法についても教えてください。はい、出品料は作品1点につき1000円です。ただし高校生は無料で出品できます。受付は作品の搬入と同時に行います。搬入日時は9月27日、28日の午前10時から正午、午後1時から午後3時までです。八日市文化芸術会館の展示室に作品を持参してください。また、募集作品の企画など、詳しくは募集要項を確認してください。募集要項は、障害学習課のほか、市役所及び各支所、八日市文化芸術会館、各地区のコミュニティセンター、図書館などに設置しています。また、東近江市ホームページでもご覧いただけます。不明な点があれば、障害学習課までお問い合わせください。ぜひ芸術の秋を満喫されてみてはいかがでしょうか。今回は第20回記念東近江市美術展覧会について、飛永さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。